長谷川節丹、魚類府より、ラッコアシカ、文政5年と文政13年の作。大きい方は、非全国松浦郡東坊村の海辺に漂着した死体を射精、解剖したもので、日本アシカと推定されている。小さい方は、非全国長崎港にて鉄砲で打ち取られた個体を射精したもので、種は特定できない。これらは、本像学的視点で記されており、 資料としては元より博物学的価値も高い。節丹は江戸の人であるが、御用絵師として各地で機会を得ては、生物、名所、風俗などを精力的に描き止めた。そういった姿勢が創造を担当した代表作、江戸名所税につながっている。上の二図は唐津藩の御用絵師として唐津城下に滞在していた時代のものである。丸山王居、ボタンクジャクズ。 安永5年の作。写生とは、絵画などにおいて、事物を見たままに写し取ることを言う。主観的な表現を表す、写しいの対立概念である。現在は、スケッチ、デッサンなどの訳語として用いられることが多いが、東洋絵画における写生は、描写対象に直接対することによって、写しいと密接に関係しつつ、形式にとらわれずに、 対象の本質に迫ろうとする性格を持つものであり、西洋の写実的絵画とは共通する点を持ちながらも相違なるものである。日本語としての写生も近代以前にはより広い意味で使われていた言葉であった。また、西洋絵画由来の写生を応用したものとして、俳句、短歌を中心に文学の分野においても写生概念が用いられている。以下これらについて解説する。 写生の語は中国、東大の末期において、先人の画を写し取る方法を指す伝統的な輪画に対し、現実の事物を観察しつつ描写する写実的傾向を表すために用いられていた言葉であった。この写生は、壮大には動植物など生き物を直接描写する言葉として使われ、以後中国ではもっぱら課長側の分野で用いられていた。日本においては、 自物をありのままに描く観察態度としての写生は鎌倉時代からすでに見られるものであった。江戸時代においては写生は本像学と結びつき、御用絵師であった仮の葉の画家は幕府からの命を受けて動植物を写生によってしばしば描いている。18世紀にはオランダ絵画の輸入に伴って丸山王居が写生を文じ写生派と呼ばれた。一方、 写生という言葉が日本においていつ頃使用され始めたのかははっきりしない。日本で書かれている画論はほとんどが江戸時代以降のものであるが、それらの江戸時代の書物には写生の語が様々なニュアンスで用いられている。河野元明、江戸時代、写生考えによれば、江戸時代の画論における写生は概ね以下のような4つの意味を持ち、 これらの意味が根然となったまま用いられていたという。すなわち、名前を把握し描写すること、客観的正確さを主眼として描くこと、成功、細密な描写を行うこと、対象の観察と同時に描いていくことである。ビゴ・ヨハンスン、春の草花を描く、子供たち、デンマーク人画家の手になる1894年の、油彩画、現代日本語でいうところの、 射生をしている子供たち。このうち現在のスケッチにあたるものは対未射生であるが、江戸時代の画論ではっきりとこの意味で用いられている例はわずかである。またこのような複合的な射生の意味は中国においても同様に見られるもので、江戸時代の射生の用法は中国における用法の影響を受けていたものと考えられる。ただし、日本では射生の語はより自由な。 使われ方をしており、花鳥画だけでなく、山水画、人物画などにおいても用いられていた。このような複合的な意味を持っていた、写生は、明治時代になって、スケッチやデッサンという西洋絵画用語の訳語に当てられ、もっぱら、対象を観察しつつ書くという蒸気の大味、写生に近い意味でのみ用いられるようになる。大正時代には、山本金ならが、学童を、 手本の模写から解放し、直接自然に親しませるための自由画教育を提唱し、この普及に伴い、事物を実際に見ながら描いたり、戸外に出て風景を写し取ったりする写生が図画教育に盛んに取り入れられることとなった。正岡式式、果物図、正岡式は文学において写生を説く一方、このような写生画も描き、病床の慰めとしていた。 野菜と果物を描いた水彩画十八図、果物帳はそういったものの代表作。明治時代を代表する俳人で歌人の正岡式は西洋美術に由来する写生の概念を文学に適用し、俳句、短歌及び文章の近代化を図った。式が西洋美術の概念としての写生を知ったのは1894年、知人の画家中村不施に教わってからである。 写生を知った四季はこの年の秋、手帳と鉛筆を持って毎日のように戸外に出かけ写生による句を作り、この方法が文学においても有効であることを悟った。1897年、四季は自身のグループ日本派に属する俳人たちの句を論じた、明治29年の俳句会で写生の語を意識的に用い、以後は生涯にわたって写生論を説いた。 四季は、射生を解く一方で空想による苦も否定しておらず、また平凡な苦を作りがちになるという射生の側面も認めており、射生を必ずしも万能の方法として考えていたわけではない。しかし当時の俳句界で主流を占めていた、創傷俳句における理屈や基地、創始観からなる陳腐な俳句から脱するのには有効な手段だと考え、その後さらに短歌三分においても、 同様の方法を適用していった。四季の没後、その皇帝の川藤壁後藤は、写実主義の影響を受け、人意を排して対象に迫るべきとする、無中心論を、提唱、提携も人意であるとして、退けるようになってゆく。壁後藤の活動は、その後自由律俳句へとつながってゆくが、これに対しもう一人の皇帝、高浜巨子は、危機感を覚え廃弾に復活、提携。 期待を重視しつつ、式の写生論を継承し、俳句の提携を生かす方法としての客観写生を説く。客観写生はその後の課長風営の理念とともに巨子の俳句衝動の両輪となり、近代俳句の普及、大衆化に大きな役割を担うことになる。一方、短歌においては式の写生論は伊藤幸知夫、島木や彦 斎藤もきちらラギ派の歌人たちによって継承され、単なる方法としてのリアリズムにとどまらず、独自の象徴的な力学として再解釈され発展していった。しかし、ラギ派が指導理論として用いた、写生は、写実との混同が多くなり、このため今日の短歌においても、写生は、写実と同意義に用いられることがしばしば見られる。以上の短歌、俳句と並んで、 四季は三文においても、写生論を導入し、文章を不必要に飾り立てず、事物や出来事をあるがままに書くことを唱え、これは後に、写生文と呼ばれるようになった。四季の写生文運動は、ほととぎス氏を中心に展開され、1900年には、写生文の文章会、三回の開催を始める。夏目漱石のデビュー作、我が輩は猫であるははじめ、この三回において、 写生文として発表された作品である。写生文運動は、漱石や巨子、伊藤幸夫のほか、長塚節、寺田虎彦、鈴木美恵吉、野上弥生子など多くの作家、文章家を生み出しており、また、各種の学校での作文教育にも影響を与えている。ありがとうございます。